セクシーボーイズ&ロボ今夜10時あったあっはじめまして、L です。大ヒット映画デスノートで探偵 L 役を演じ、2007年日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞。さらに映画男たちのヤマトなどで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した今若手注目株の俳優松山ケンイチさんがついに連続ドラマ初主演。そのドラマがこちら、マックスパーティ。ロボットオタクの青年と7つの声を操る中学生の少女が難事件を解決していくという冒険活劇セクシーボイス&ロボ。松山さんはロボットアニメと女性に目がないオタク青年ロボを演じ、その相棒ニコを務めるのが大御鈴鹿さんなんです。さてその大御さんといえば、ハリウッド映画サユリで幼少の頃のさゆりを演じ、すでにハリウッドデビューを果たしてますね。11歳とは思えないその堂々とした演技で共演の渡辺謙さんをもうならせたんです。そんな今注目の2人が共演を果たしたセクシーボイス&ロボ。エンタメではドラマの撮影現場に潜入、役作りの秘密を徹底調査しました。2人の意外な素顔が明らかになります。さあアタック。さあというわけで今夜スタートの新ドラマセクシーボイス&ロボで主演を務める松山ケンイチさん、そしてヒロインを務める大御鈴鹿さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。松山さん、いきなり鋭いカメラ目線ですけれども、ありがとうございます。ありがとうございますということがありましたけどね。松山さんと言いますとね、ご紹介しました通りデスノートですとか様々な映画で個性的な役ありますけど、松山さん聞いてます、はい、かなり今回も個性的なロボットオタクを演じるということですね。はい、そうです。女好きロボット好き須藤一郎です。はい、真面目なオタクということですが、そして大御さんは同じ中学生で、ね、役柄のスパイを演じるということですけれども、はい、役作り大変でした。そうですね、役作りは、私は声は、女優さんのテープとかを聞いてやって、うん、で、ニコは行動がすごい素早い子なので、トレーニングに何回か行きましたというね。お二人とも役作りに励んだということなんですが、エンタメでは松山さんが行ったという役作りの秘密迫りました。ご覧ください、こちら。マックスクルギン。はい、カット。役作りには定評のある松山さん、今回ロボットオタクの青年を演じるにあたって研究したのは膨大な数のアニメ。ゲッタロボにジャイアントロボに あとキャシャーン、シャイダーと、あとキカイダー。寝る間も惜しんで数々のアニメやヒーローものを鑑賞。さらにロボットアニメ大全集っていうアルバムを今聴いてて、たくさんのアニメソングが集合した作品なんですけども、それを聴かせてもらってます。映像だけに限らずそのテーマソングまで役作りに取り入れるというほどの凝りようなんですね。今ではアニメのタイトルを聞いただけで、なんとそのキャラクターの必殺技が分かるんだそうです。ガイダン3はですね、サインアタック。ちょっと後ろの子供がびっくりしました。ライディーンもなんかおっしゃると思いました。ライディーンですね。ゴッドムーブだ。ですか、お子さん、改めて今間近で横で見られて。いや。すごいですね。うん、かっこいいです。はい。ロボになりきってる。そうです。もうロボそのものですね。はい。やっぱりロボット好きとしてはあれだけ声張らないとまずいですかね。そうですね。まあ、言い方にもこだわってます。例えばマックスパンチだったらパンチの地の前にちっちゃいやつをつけるとか。どういうことですか。いいですか、今やって。はい。いいですよ、立った。マックスパーって、すごいこだわりですね。ちっちゃい筒を入れるというね、その大御さんは隣で顔色を一つも変えませんでしたけれども、どうですかこの松山さんと共演されて。
そうですね、あの松山さんはあの私なんかいくつか映画を見たんですけれども、あのそのいろんな役によってすごいあの本当に全然違う顔を持っているのですごいなと思います。お二人のこの共演なんですけれども新ドラマセクシーボイス&ロボは今夜からですね、はい、今夜10時から初回はなんと20分拡大のスペシャル放送となっております。松山さんと大久保さん、そしてスペシャルゲストには今回中村獅童さんもね、はい、来てるということなのでぜひですねお見逃しなくと、二人のこのスパイの活躍劇が今夜10時から始まります。お二人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。